皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。早速いくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、先日のハムナイツセンターの再建発掘再開の土日行ってきましたけども、その土曜日に出た、サメの歯ですね、あの先端が飛んでしまったものなんですけども、まあ、こちらなんですけれども、はい、ここに歯がついてますね、はい、でこの先端部分が見事に飛んじゃってなくなってるんですけど、これをですね、まあ、修復したいと思って、でその飛んじゃったと思われる場所、この地面ですね、下の地面の、まあ、残骸というか砂をこう多少集めて一応持って帰ってきてます、はい、でまあ、その地面なんですけど、まあ、このところの雨でだいぶこうぐっちゃぐちゃになってて、もうだからその岩に対してこう化石を掘るときに普通はこう地面にまあしゃがんだり、まあこう座ったりしてこう掘るんですけど、とても座れるようなこうね状況でもないし、もう抜かれんで足が取られちゃうんで下にいることもできない状況だったんで、その掘ってた時はもうあの岩の上にこう乗っかって掘ってた状況だったんですけど、でまあサメの歯が出てくるとも思ってなかったんでちょっと油断はしてたんですけど、この歯に乗っかってた母岩ですね、それをこうハンマーのこう尖ってる方でピョッとこう剥がしてやろうとした時にどうやら飛ばしてしまったらしいんですけれども、まあ自分の目にはですね、そのかけらがこう飛んでいくのが見えてたんですけど、その時ですね、この首のところにカメラをつけてて、その手元を撮ってたんですけど、その映像が一応こちらです。はい、というわけで一応自分の目には見えてたんですけど、ちょっとカメラでは捉えきれてなかったかなと思うんですけど、まあ、どうしてもこのなくなっちゃった先端が欲しいんで、その泥を拾ってきたんですけど、今回はですね、そのこっちの修復はまあ後にして、その拾ってきた泥をですね、こうふるいの上にこう開けまして、そこからこう水をかけてですね、でその泥を洗い流して、そのサメの歯を見つけようというところです、はい、というわけでサメの方をやっていきましょう。はい、というわけで、探してみたんですけども、サメの歯の先端は見つかりませんでした。まあ、一回泥をこう、ふるいに落として水をかけてこうふるって、一回その残骸を開けて、でもう一回その残骸を入れて洗ってってこう2回やりましたけど、結局は見つかりませんでしたね。はい、でまあそれとは全然関係ないなんか小さい魚の歯が見つかったんですけど、まあ残念ながらサメの歯は見つかりませんでした。
まあ仕方ないんで、この防寒からサメの歯だけちょっとね外しておこうかなと思います。はい、はい、というわけで修復が終わったんですが、はい、まあ完品ではあったとは思うんですけど、まあ残念ながら、この左の歯根のあたりが、欠けちゃってますね。多分剥がす段階で、欠けちゃったかなとは思うんですけども、その他にもこの歯垢灯ですね、この大きい歯垢灯とこの右の歯垢灯の根元のところ、これがすでになんかちょっと風化したのか、この断面があんまり合ってなくて、うまくくっつかないんですね。でも完全にこう浮いちゃってる状態なんですけど、おそらくこの状態が正しい状態、このつながってたところがやっぱり風化してちょっとうまく合わなくなってるんですね、これに。はい、でこの右下、この右の歯根の下側ですけど、ここもこのひびが入った状態で内側がこう風化してるんで、そこにもやっぱりね、水か何かが侵入して、割れちゃったのかなと思うんで、まあこの全体の全体の、修復の、まあ、自己採点としては50点もいかないかなっていう、ちょっと最悪になってきたんですけど、まあちょっとね、今回はこの頭を飛ばしちゃってるんで、歯の化石としては、ね、あまりいいもんではないんですけれども、まあ一応こんな感じに仕上がりました。はい、はい、というわけで今回はこのサメの歯の修復をやってみました。まあ、あわよくばこの先端をね、見つけたいと思ったんですけども、残念ながらこの先端も見つからず、おまけにこの、修復の完成度もちょっと低かったということになってしまいましたけれども、まあこれに飽きたらずですね、また新しい歯とかアンモナイトとか頑張って見つけていきたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生したところはよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。